サキバスは、オノレド・バルザックが1837年に表した短編小説で、レコント・ドローリティックに収録されている。彼の先行作品で、P.A.C.H.A. ビニエルにおける、脇役のアフリカ人の娘を主役として、人物再登場をさせ、彼女が受ける、魔女裁判地味た裁きを描く。この作品は、趣向が現存している。日本語訳として、ヨマデン、魔女裁判、 インムマ裁判録が出版されている。裁判の初期を務めたギオーム・トゥール・ヌ・ブーシュ。教会での栄達を夢見ていたが、裁判の真相を知り世族に戻る。ギュスターブ・ドレガ。サンモーリス教会司教代理、ジャンドラエ。ギュスターブ・ドレガ。日炙りの直前、死に物狂いの闘争を図るズイルマ。彼女には、曲芸師としての経験があった。ギュスターブ・ドレガ。先行作品 P.S.C.H.A. ビニエルの著者による語りを外枠とする枠物語の体で物語は構成される。で、P.S.C.H.A. ビニエル発表後、著者はアフリカ人の娘の運命が書き残された1271年の裁判記録を貸し与えられるという幸運に恵まれる。その娘は生きなお、ズユルマといいロー、老白爵に命を救われてから14年後、 彼女がサキバスであるとする住民たちからの申し立てを受けた参賀市安大聖堂の参事会の裁きにより日ぶりの刑に処され非合の死を遂げていた。ところが判決の陰には図ゆる間に同情的であった老宗教裁判官をこの機会を悪用して追い落とそうとする司教代理ジャンドラへの策謀があったのだ。大いに刺激を受けた著者は この記録をフランス語へと翻訳する。トゥールのマルティヌスの墓上に建てられた修道院。一部原存。フランス語版、ボザリーック・セインとマーチン・デ・ツアーズ参照。フランス語版、ウィキソースに本記事に関連した原文があります。デスク部。ありがとうございます。